え皆さん、ご機嫌いかがでしょうか今日は源の「年寄阿尊」の歌を使ってくずし字を解読しましょう。さて、これですこれはうこれはですね、えー、小さくくるっと回っています。 可能の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「和」のようですが利益の「利」を崩したもので「利」と読みますこれは「け」ですねそしてこれは「る」次に「人」という漢字ですね その下はお、です。これですがこれは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「つ」ですねこれは「を」に見えますがはい世界の「せ」 せと読みます。これは「特徴的な形ですね。これは能力の能」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「山」これはですね「おいて」という漢字を崩したもので「 ひらがなのおです。このもの元の字です。おと読みます。このおいてのおが崩れてですね、ひらがなのおになります。この部分は、ろですね。これはしです。は。 ですね。さて、これですが、先ほど見てきた世界の瀬戸、似ていますが、似てはいるんですが、よく見てください。横線が2本入ってますね。これは、剣刀師の剣、破剣の剣ですね。この剣刀師の剣という漢字を崩したもので、金として使われるときは、毛と読みます。 これはしですね。さて、これですが、小さくくるっと回っています。これは、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、左側は示す辺です。れ、れいこのれいですね。 えー、のの元の元漢字がこれですこれは「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みますこれは「は」と読めますねこれはいこれは「れはの」ですね そしてこのくねっとした部分がですね、カなんです。これはラ。これはぬと書いてありますね。この字は注意が必要です。ひらがなのオに似ていますが、右側の大きく膨らんだ中に稲妻のような線が入っています。これは漢字で物。 ですこれはをですねさてこれまで読んできた歌を紙の句と下の句に分けて書いてみましょうまず紙の句ですこのようになりますが、えー、読みやすく改めてみますね 受かりける人を初つせの山おろし、通常百人一首では最後が山おろしよとなりますが、これはよがない歌です。さて下の句です。このように書いてありますが、読みやすく改めてみますね。 このようになります。激しかれとは祈らぬものとなります。それでは、この回のおさらいをしましょう。まずここにありました。小さいですよね。うっかりすると見逃してしまいそうですが、これは可能のかを崩したもので、かと読むんでしたね。 可能のか。小さく出てきますよ。次はこれです。ひらがなの和に見えてますが、これは利益の利を崩したもので、利と読みます。ひらがなの和の場合は、もっと大きく出てきます。小さく出てきた和は、だいたい利益の利を崩したものです。 この利益の利を崩したものが、現在私たちが使っているこの赤い字のラリルレロの利です。右と左に分かれてますね。利益の利、どうですか和に見えますよね。サイズが小さいときは利益の利です。よく似ていますので注意してくださいね。 次はここに出てきました。無のようで点がないものですねこれは「物という漢字を崩したもので読む時はですね「は」と読むんでしたね「ものはは」です漢文の訓読の時にこの「もの」という漢字を「は」と読みますえー、これ。 どうですか。点々をつけるとおそば屋さんの木そばの場ですさてこれです「ワイウエオ」の「オ」に似ていますがこれはですね「世界の背」という漢字です「世界の背」。 これは私たちが使っている「サシスセソ」の「セ」に似てますよね、えー、もうお分かりかと思うんですが「世界のセ」という漢字をどんどん崩して私たちの使っている「サシスセソ」の「セ」になったわけですこれが先ほど出てきた「ワイウェオ」の「オ」に似ているものですもともと上にプラス,プラスといいますかね 漢字の十のような形のものがありましたこれですこれの崩しの形が上の尾に似てしまうわけですねこれも瀬です世界の瀬この特徴的な字は目に焼き付けてくださいこれは能力の能 という漢字を崩したもので、のと読みます。能力ののからのを借りています。だいたいこうなりますね。これものです。次はここに出てきました。これは何でしたっけ これは、おいてという言葉がありますが、あそこに当てる漢字です。これを崩したもので、おと読みます。ひらがなのおの元の漢字です。おいてのお。どうですかほら、こんなにあゆえおのおに近くなってきました。 他のように見えますけれども左側があやはり、えー、方という,うものを崩したものですから画数が多いです今度はこれです先ほど世界の背と似てると言いましたよね横線の数があ 見分けるときの一つの目安になりますのでそこに注目してくださいこれは剣投詞のけ剣投詞のけという漢字からけの音を借りていますどうですか二本ですね木のようにも見えてしまいますがそもそも線の動きが違います 今度はこれです。これは一番最初におさらいでした、可能のか。くるっとしてるのが特徴です。かと読みます。可能のかです。これもこれも全部か。出てくるときはサイズが小さい。 さてこれです。左側は示す辺です。レイという漢字ですね。これをもうちょっと簡略化すると、今私たちが使っている普通のレイですね。レイコさんのレイ。このレイコさんのレからレを借りています。 このようになります。これはだんだん簡略化されたあの常用漢字の例に似てきています。れ、もう完全にひらがなのれになりましたね。こういうわけです。これは何でしたっけ？これは登るという漢字を崩したもので。 とと読みます。登山のと。登山のとは。このように。両腕をそうですね、脇の下に。当てて。飛んでいるような感じです。下の、尻尾のようなものですね。くねくねくねとした部分が豆。 という字に似ている部分に相当します。このようにかなり崩れたものもありますね。極限の状態でしょう。さて、それでは他のバージョンで歌を読んでみましょう。さあ、これは、 <う>次に、図のようですが、あそこは門構えを崩したものです。何でしょうね。はい、門構えに木です。関西とか関尺、静かという意味ですね。これを崩したもので、かなとして使われていますので、ここではかと読みます。 これは、り。これで大きな一つの字になります。はい、これは気持ちの気ですね。えー、ただしここでは、か、え、な、ー、として使われています。かなとして使われるときは、気と読まないで、けと読みます。いわゆる休漢字となりますので、お米になってます。 常用漢字ではカタカナの目に似てますよねこうなります全く同じですが読み方は「け」例えば「人け」とかですね「気配」「えー、そのけ、えー、がある」なんて言いますね「け」ですこれは「る」ですこののひらがなのるは あ止める、えー「留置場」とか「留年」「停留所」の「留」ね「留意する」の「留」えー「止める」「止め」というこの漢字を崩したものですこれは「日」ですねで右側の「勢い」から「 これは「を」さあこれは何でしょうかすれてますが「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますいいですかこれは「つ」です さて、これです。ウォーに似てますよね。ということは、先ほどおさらいのところでやりました注意事項です。世界の瀬。瀬と読みます。これもおさらいのところで出てきました。特徴的な字ですので、目に焼き付けてください。といったのを覚えてますかこれは能力の能という漢字を崩したもので、 のと読みますこれは山ですねこれはお次はろこの部分はしよとなります 山おろしよというのが通常の百人一です。先ほどのはこのよがありませんでした。さて、これは何でしょうか。これもものという感じなんですね。そして、かなとして使われていますので、読むときはは。さて、これは何でしょうか。 これは希望の木を崩したものでありますただ希望の木と言いましたが熟語としては「けう」という熟語を頭に置いてくださいこれは「け」と読むんです「け」ですよ気持ちの木も希望の木も「け」と読みますこれは「し」 これは可子の,かを崩したものです「霊にかなり近いですよね。かなとして使われていますから「れ、もちろん、えー、ひらがなの私たちが使っている「ラリルレロ」の「レ」の元の漢字ですからあまあ「かな」としてというよりはこれはそのまま「れと読んでくださっても結構です。 これはと。さてアンテナがついていますね。ということはバンという漢字を崩したものです。濁点を取っては。と読みます。これはいと読みそうですね。まあその通りなんですが、ではどんな漢字を崩したものでしょう。 以上のイです。これが崩れてひらがなのイになっていきます。イと読みます。これはの。この部分も一つの文字ですね。これはらと書いてあります。わお。 長いですね。これはうさぎさんの耳のようですね。ぬと書いてあります。これはかなり筆が走ってますが、もと読みます。これはの。そして最後がを いかがでしたか。お疲れ様でした。次回は、藤原の元年の歌を使って、くずし字を解読しましょう。それでは皆さん、またお会いしましょうね。ごきげんよう。さようなら。